判定自衛システムはアメリカ海軍の戦闘システム C4I システム。SSDS はシック -17 レイズの延長線上で開発されたもので、実際レイズは後に SSDS マーク0と呼ばれるようになった。シック -17 レイズの開発はその名称の通り対艦ミサイルより、その目的はスターク被弾事件などで強く印象づけられた。 対艦ミサイル脅威に対抗するため、艦艇がすでに装備している各種のセンサーと火力をネットワークによって統合することで、脅威への対処をより迅速化することにあり、スプルーアンス級駆逐艦及びオリバーハザードペリー級ミサイルフリゲートに適用される計画であった。一方、1990年代初頭のナウス計画の崩壊を受けて、アメリカ海軍は、 新戦闘システムを独自に開発継続することを決定した。アメリカ海軍はすでに世界最高水準の戦闘システムとしてイージスシステムを保有しており、これを搭載したアーレバーク級ミサイル駆逐艦の大量建造の目どもついており、水上戦闘艦向けの戦闘システムを新規開発する必要は薄かった。しかし一方で、 1980年代後半から1990年代初頭にかけて行われたペルシア湾地域での作戦の結果、スプルーアンス級駆逐艦やペリー級フリゲートなどの非イージス搭載艦、さらに揚陸艦などの水上戦闘艦以外の艦手にもイージスシステムのような統合戦闘システムを搭載する必要性が認識されていた。これを受け、アメリカ海軍のナウスプロジェクトオフィスは、 レイズを元にした統合戦闘システムとして SSDS の開発に移行することとなり1991年には開発要求がなされた。その開発は QRCC 計画のもとに行われることとなった。マーク36スバックによるチャフフレアの当社 SSDS マーク1は1993年から1994年にかけて実用化された。これは レイズと同様に、センサーや火力は既存のものを活用しており、戦術情報処理装置とネットワークのみが新規搭載された。具体的には、アン・ s p s 4 9二次元レーダーとアン・ s l q 3 2イザム装置を早期警戒センサーとして使用し、敵の攻撃を探知した場合には、マーク36スバックより、チャフ,フフレアを展開するとともに、 ファランクス CIWS の捜索レーダーによって目標を追尾、射撃式を行って、ラム近接防御サム及びファランクス CIWS の射撃によって目標を撃破することを狙っていた。これらのセンサー及び火力は光ファイバー、ネットワークによって連接されており、さらに戦術情報処理装置として2機のナ9-70ワークステーションが追加され、 ラムの射撃管制に用いられていた、9-44ミッ機とともに、分散処理システムを構築した。なお、これは、オープンアーキテクチャに基づいたシステムとして、初めて実用化されたものであり、イージスシステムのベースライン7に先駆けるものであった。これは、NSWC ーダールグレンに設置され、運用試験においては、A、A-4 艦上攻撃機が300ノットで、 栄光する目標、さらに450ノットで飛翔する BQM-34 標的機を撃破することに成功した。これはホイットビーアイランドキュードック型揚陸艦に搭載されて収益した後、ニミッツ急行空母艦に順次搭載されているが、その構成上、基本的には既存の艦へのレトロフィットとなっている。空母。 ニミッツ艦上の SLQ-32 操作端末続く SSDS マークにはさらに多くのサブシステムを取り込むことでより包括的な統合戦闘システムとして開発されることとなっており各センサー武器システムは艦と統合されてシステム艦として構築されている全体的に言って SSDS マークには最新版イージスシステムの軽武装 多様とカバンとなっている。SSDS マーク2の最大の特徴が、艦の戦術情報処理装置を統合した戦闘情報システムを構築したことで、これにより SSDS マーク2は、手は機能を取り込むこととなった。さらに、マーク23とスとマーク9 1 g m f c s を統合し、あるいはその代替となるサブシステムも統合され、 これによって SSDS マーク2は、艦の自衛火力のすべてを例下に入れることになった。また、電子戦、対抗手段としては、従来より用いられてきた s l q 3 2とマーク36スバックの組み合わせに加えて、オーストラリア製の対ミサイルで濃いであるマーク53なるかも取り入れられた。SSDS マーク2の中で、核、サブシステムは、 緊密に連接されている。これらは、ネットワーク中心の戦いのコンセプトに基づき、下記の通りの機能を別グリッドに分けることができる。SSDS マークには、基本的に、心臓艦への搭載となっており、航空母艦においては、ロナルド・レーガンより搭載されているほか、ワスプ級強襲揚陸艦、サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦にも、搭載されている。ありがとうございます。